皆さんご機嫌いかがでしょうか。6月23日木曜日のリビングライフです。皆さんが属しておられる教会や共同体は神様の賜物であります。しかしながら神様の賜物でによって生み出されたものであると同時に、またそこは人間の集まり、罪人たちの集まりでもありますから、全く問題がないということはないのだと思います。どのような群れであったとしても、ここが問題だ、あそこが問題だ、あればいいのに、こうであればいいのにといったようなですね、問題があろうかと思います。しかしこのいくら現状を分析してですね、批評批判を加えたところでも、しかしそれ自体で問題が解決するかと言われれば、決してそうではありません。もちろん分析とか批評も大切なこともありますけれども、しかしそれより大切なことは、その問題に対して自分がどうあるべきか、自分だったら何ができるだろうか、自分がこの問題の解決のためにどのように献身することができるのだろうか、まあ、そのような視点がもっと大事ではないでしょうか。今日も御言葉の黙想を通して、さらに皆様方の信仰が深められ、さらに深い献身へと導かれますように心から願います。テキストはネヘミヤ記の11章15節から36節。タイトルは神殿中心に生きれば約束の地を受け継ぎますであります。ネヘミヤ記11章15節から36節。レビ人のうちではハシュブの子シェマヤ、このハシュブはアズリカムの子、順次遡ってハシャブヤの子、ブニの子である。またレビ人の頭のシャベタイとエホザバデは神の宮の外の仕事を監督していた。またミカの子マタヌヤがいた。ミカはアサフの子のザブディの子である。マタヌヤは祈りのために感謝の歌を始める指揮者、バクブクヤはその兄弟たちの副指揮者であった。またシャムアの子アブダがいた。シャムアはエドトンの子のガラルの子である。聖なる都にいるレビ人は合計284名であった。門の見張りをする門衛では、アクブとタルモン、および彼らの同族172名であった。その他のイスラエル人、祭司、レビ人たちは、ユダのすべての町々で、それぞれ自分の譲りの地にいた。宮に仕えるしもべたちはオフェルに住み、ティハとギシュパは宮に仕えるしもべたちを監督していた。エルサレムにいるレビ人の監督者はバニの子ウジであった。バニはハシャブヤの子、ハシャブヤはマタヌヤの子、マタヌヤはミカの子である。ウジはアサフの子孫の歌うたいの一人で、神の宮の礼拝を指導していた。彼らについては王の命令があり、歌うたいたちには日課が定められていた。またユダの子ゼラフの子孫の一人で、メシュザブエルの子ペタヘヤは王に代わって民に関するすべての事柄を取り扱った。ユダの子孫のある者は自分の畑に近い村々に住んだ。すなわちキルヤテアルバとそれに属する村落、リボンとそれに属する村落、エカブツェールとその村々、ヨシュア、モラダ、ベテペレテ、ハツァル、シュアル、およびベールシェバとそれに属する村落、スケラグおよびメコナとそれに属する村落、エンリモン、ソルア、ヤルムテ、ザノアハ、
アドラムとその村々、ラキシュとその農地、アゼカとそれに属する村落。こうして彼らはベールシェバとヒノムの谷の間に住み着いた。ベニヤミンの子孫はゲバからミクマス、アヤ、およびベテルとそれに属する村落、アナトテ、ノブ、アナネヤ、ハツォル、ラマ、ギタイム、ハディデ、セボイム、ネバラテ、ロデとオノ、および職人の谷に住んだ。レビ人のうちユダにいたある組はベニヤミンに加わった。それでは早速見てまいりましょう。昨日に引き続きまして、エルサレムに移り住んだ人々のリストがですね、ここには記されています。その中でもここではレビ族、ユダ族、ベニヤミン族のですね、リストが記されています。この第一歴代史の9章を見ますと、この3部族の他にもですね、他の部族もこのエルサレムに居住すること、居住したそのような部族がいたということが記されておりますけれども、中核を成していたのはこの三部族であったことがですね、このところから見ることができます。そして彼らが生活の中心に据えていたのは神殿であり、そして礼拝であったということ。彼らは礼拝を通して神様のために生き、神様にお仕えをする、そのような様子がですね、このところから読み取ることができます。ここでは割と簡潔に記されておりますので、もっと詳しく読まれたい方は第一歴代書の9章の17節から34節、こちらをまた後でですね、ご覧になっていただければよろしいかと思います。16節に、またレビ人の頭のシャベタイとエホザバでは神の宮の外の仕事を監督していたという言葉がございます。神の宮の外の仕事と、ここではありますよね。イスラエルの民は大きな群れでありますので、それに伴う貯蔵庫であったりだとか、また営前なんかもたくさん必要なことでありました。私もですね、この教会に使いながら霊的な御用をさせていただくのはもちろんのことでありますけれども、それ以外にも、まあ、修理であったりだとか、営前であったり、ペンキを塗ったり、壁紙を貼ったりですとか、草を刈ったりですとか、さまざまなことをさせていただきました。しかしそれらは教会、また礼拝と全く関係のない仕事ではなく、すべてが礼拝につながっている、神様のために捧げる大切な奉仕であるということがわかります。また19節には、門の見張りをする門営ではアクブとタルモンおよび彼らの同族172名であったとありますけれども、門の見張りをする門営についてここでは記されています。これも神様のその神殿宮を守り、貴重な品々を守り、そしてその宮自体をですね、清く保つという大切な警備の働き、これも礼拝に関係した大切な奉仕であります。そして17節には、この祈りのために感謝の歌を始める指揮者、副指揮者のリスト、そして22節には神の宮の礼拝を指導していた人々、この直接礼拝に仕えていた人々の、またリスト、そういった人々も当然おったわけであります。しかしこのいかなる奉仕でありましても、先ほどから申し上げております通りに、すべてが礼拝につながっているということ、礼拝に関係した奉仕者のリストであるということが言えるわけです。この21節にですね、宮に仕えるしもべたちはとあります。宮に仕えるしもべたちを、ツィハとギシュッパーは宮に仕えるしもべたちを監督していたとありますけれども、この宮に仕えるしもべというこの言葉、言語を見ますとネティニームという言葉がですね、ここでは使用されておるんですけれども、この言葉はですね、与えられた者たちとか捧げられた者たちというですね、意味がある言葉なんですね。与えられた者たち、捧げられた者たち、まさにこの神様によって彼らは、この宮に仕えるしもべたちというのは、神様によって
尊い奉仕を与えられた者たち、また一人一人が神様にその彼らの奉仕を捧げる存在、一人一人が神様に捧げられた尊い聖別された存在なのだということが、ここから読み取ることができるのではないでしょうか。現代の教会におきましても、さまざまな奉仕がありますよね。おそらくこの放送をご覧になっている皆様も何らかの奉仕をなさっておられるかと思いますけれども、この例えばこの礼拝に関わります奉仕、説教はもちろんのこと、司会もあります、受付もあります、案内もあります、聖歌隊の奉仕をしている方もおられるでしょうし、また事務方や会計、また駐車場の管理をなさっている方もおられると思います。このさまざまな奉仕がございますけれども、しかしこのすべての奉仕は、たとえどんな大きな奉仕であったとしても、小さな目立たない奉仕であったといたしましても、すべての奉仕は神様から与えられた奉仕だということです。そして私たち一人一人はその奉仕を通して神様に栄光を捧げるということ、どのような些細なものであったとしても、しかしその奉仕は神から与えられたものですから、私たちはその奉仕を捧げることによって神様に栄光を捧げることができるのだ。そのような意味をですね、私たちはこのところから味わうことができるのではないでしょうか。ですから、たとえどんな奉仕であったとしても、私たちがそれを神からの委ねられた、自分の賜物にあった神から与えられたものだと受け止めてさせていただくときに、皆さんは間違いなく神様のお役に立っている。私は神様に用いられているのだ、そのような思いを抱くことができるのではないでしょうか。またそのような思いをぜひ抱きつつ覚えながら、この神様に奉仕を捧げていただきたいと思います。25節から36節には、エルサレムから近い地域に住んだ人々のリストがですね、記されております。ユダの子孫はベールシェバからヒノムの谷までのこの南の地域に住みまして、ベニヤミンの子孫は北の地域に、またレビ人のうちのユダにいた組の者たちはベニヤミンの地域に住んだということがですね、ここには記されております。また民の一部は外国人が住んでいたその地域に住んだということがですね、ここに記されておるわけなんですけれども、このここで注目していただきたいところはですね、この30節にありますけれども、30節の後半部分ですね、こうして彼らはベールシェバとヒノムの谷の間に住み着いた、この住み着いたという言葉に注目をしていただきたいと思います。彼らは長い間その約束の地を離れておりました。そして長いこの間彼らはその地を離れておりましたけれども、やがてこの神様の恵みによって再びその約束の地に戻ってくることができたわけでありますけれども、しかしながら当然その長い期間の間に世代も変わりまして、さまざまな状況、環境も変わったわけです。その以前彼らが住んでいた状況と全く同じ状態で安心してそのところに住めるなんて保証は当然ないわけであります。しかしながらこの彼らはそのところに再び住み着くことができた。それはただただ神様の恵みと憐れみによって彼らはその場所に安息の地を得ることができたということではないでしょうか。私たちもやがて行くべきですね、約束の地がございます。永遠の天の御国が私たちには備えられておりますけれども、しかし私たちも霊的な目で見ますならば、イスラエルの民と同じように罪を犯し、その約束の地を追われていったような罪人であります。私たちはまたアダムの子孫としてですね、そのパラダイス天国を追われた者たちの子孫でもありますけれども、しかし私たちは神様の恵みによってイエス様のことを信じることができ、永遠の命をいただき、神のことをされて、再びその天の御国、私たちが本来行くべきその場所、パラダイスが備えられている。それは本当に私たちに与えられた大きな神様の恵みではないでしょうか。
私たち今日も一日この神様の恵みと憐れみを覚えながら感謝をして過ごしてまいりたく願います。質問をさせていただきます。あなたの歩みはいつも神様中心となっていますでしょうか。あなたに与えられた賜物を通してどのように神様にお仕えすることができるでしょうか。それでは最後に御言葉に応答してお祈りをいたしましょう。お祈りをいたします。愛する天の父様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけてくださいましたからありがとうございます。神様、私たちには一人一人豊かな賜物が与えられています。またその賜物を通して委ねられた奉仕が神様あなたから与えられていることのゆえに皆あがめて感謝いたします。そのすべての奉仕が自分の満足ではなく、すべて神様あなたご自身の栄光のために捧げられる奉仕となりますように。そしてまた私たちに与えられているところの自由と安息を味わいながら天の御国を目指してまっすぐこの信仰の歩みを進んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。